ルーク先生の経歴を知りたいんですけれども、ルーク先生からよくバウンサーというワードが出てくるじゃないですか。そもそもバウンサーって何ですか？海外ではその、特に自分オーストラリア人だから言えるのは、そのオーストラリアでバウンサーやるとしたら、もちろんその、セキュリティのライセンスが必要ね。で、日本の場合って結構そういうグレーゾーンが出てきてると思うけど、その、要はセキュリティって言ってしまうと公安が認めてないみたいな、ね、だからその警備会社にしてると、ちょっと違うけど、セキュリティ会社にしてると全然違うみたいで、でもオーストラリアの場合はさっき言ったように、こういった、免許とそのちゃんとしたそのセキュリティオフィサーライセンスと、そのクラウドコントローラーライセンスっていうのが、まだあると思う。あったこれがもうすげえ前のやつ、もう顔見たら分かるんでしょ、もう十何年前に撮ったやつけど。で、このクラウドコントローラー、クラウドっていうのはその群衆、要は大人数、そうだからほとんどそういうセキュリティの仕事としては、お店の前に行ったり、もちろん中に行ってももちろんそうなんだけど、イメージとすれば店の前に立ってこう ID チェックとか、そういうのやったり、あと番頭となってそれでこう、対応するやつと、クラブとか、その、自分がよくそのライブ、そのコンサートも行ったけども、そういう仕事、日本だと、ただの用心棒って言ったらちょっとグレーゾーンあるからちょっと難しいけど、バウンサーはそういう仕事だ、はい。バウンサーとボディーガードって違うんですか？もちろんボディーガードって、もちろん自分のボディーで人をこうガードするんでしょう、要はその身辺警護でしょ、でも日本ってその、本物 その SP っていうか身辺警護、っていうかボディーガードになりたかったら、それも半々っていうか、こうグレーゾーンもなってるけども、セキュリティの世界だから、本物のその SP ってセキュリティポリスでしょ、だから流行ってる言葉だから、たまに会話してるとそういう言葉出てきちゃうけど、事実言うとやっぱその特に日本でその SP になるとしたら警察にならないといけないでしょ、だからもちろん自分もその民間としてやっていたわけね、だからもちろん日本でやった時にもう銃持っていってないんでしょね、だからその人がそういうドラマとか変なその映画とか見るとそういうイメージになっちゃうと思うけど、護身術見たらこう護身術イコールそのおい小手返しみたいな、でも言ったらじゃあみちるちゃんみたいなそのちっちゃい女の子が自分みたいな自分から見るとね、ごめんね、でも自分がその100キロ超えてるその外人に小手返しかける、どんだけその段取れても多分そこまで自信になる、家取られちゃいそうでしょだから自分から見るとちょっとかぶってる部分が結構多くて、そうだから SP イコール自分の頭の中に関してはやっぱこう SP イコール警察、だからその銃を持ってこう人を守りたかったら結構つまらない仕事なんだけど、どっちかでもね、その民間としてもその警察としても、要はうちのそのローコンまたキャンベラっていう支部あるんでしょ、でキャンベラではそのオーストラリアの国の警察の本部があるわけで、そこのローコンバットキャンバーの、支部長がその国の警察からはもう11年間でずっとその AFP オーストラリアンフェデラルポリスの中で、日本だったらその ASP 要はボディーガードディグニティープロテクションっていう、部隊って言ってもいいかな、そのグループの中に、行って今、その学校で教えたりしてる、もうまだまだ警察なの、だからそのオーストラリアでその本物のボディーガード、要はその銃をつけて人を守ったりすると、それイコールその国の警察だ、要はその日本ってその、現金輸送車って言うんでしょう、オーストラリアだったらその CIT となってるけど、そのキャッシュイントランジットね、やること一緒、ただそういう仕事であれば、銃をつけて銃を持ってこう仕事してやるけど、それ以外はそのボディーガードとして銃を持ってない民間として、ちょっと見せたいことあるけど、自分はね、クイーンズランド州の人間なんだけども、クイーンズランド州でもこれ見ると、クイーンズランド州でもそのセキュリティガードライセンスね、エンプロイーっていうか、その社員、会社員ね、なってもやっぱ1年間ぐらい経ってないと、1年半ぐらい経ってないとそのセキュリティライセンスももらえないし、
結構厳しい、そのクイーンズランド州でも。だから書いてあるのはその CIT っていう仕事、その現金輸送車みたいな仕事じゃないとそのライセンスを取れない、ね、でニューサウスウェールズ、ね、見てみるとその police.newsouthwales.gov.au だからそのニューサウスウェールズ州の警察のホームページとなってるけど、これで、ね、書いてあるのは、A license note, a license issued to a security guard does not cover personal protection or protection of another person as a bodyguard. だから does not cover っていうのは認めてない。ね。そう、だからといったその銃を持ってるその免許、セキュリティの人間としても、だからその現金輸送車みたいなその仕事じゃなければもう持ってない。うん、だからボディーガードとしてはさっき言ったように民間としてはもうできない。ビクトリア州も一緒、同じこと書いてある。Unarmed guard, armed guard, cash in transit。 だからボディーガードも書いてなくて、だからこれしか認めてないよって書いてあって、そうだからまあいろんな人がそのアメリカ行ったりオーストラリア行ったりヨーロッパ行ったりいろんなコース来てるけど、自分もいろんなコース受けてきたけど、自分もいろんな訓練されてるけど特別だと思えないし全然。だからオーストラリアでその射撃の訓練した時も、ガキの頃からやってるって言ったでしょ。でもそれこそそのレベルが低くて、うん、セキュリティの世界でも特にそうなんだけど、最近もう10年前ぐらいからはそのオーストラリアの警察のレベルがちょっと上がってきたね。いろんなつながりができて、軍とつながったり向こうの軍とつながったり、だから技術のレベルとすればもう全然上がってきてる。でも自分からするとそのセキュリティの世界入っててレベルも低すぎると思って、民間としてもそのスポーツようなあとその軽いようなやつとしても、だからアメリカ行ってもっと自分のスケールアップしたいんだ、だからその NRA に入ってて、でもうその技術を持ってて、まあもちろんその仕事の中でいろんな訓練できた、まあ、この間のその Q&A の話って言ったようにいろんな訓練できたと思うけど、まあ、ある目的とすればオーストラリアに今、ね、住んでるんでしょ。だからまたその組織を入ってて、その射撃の組織ね、オーストラリアの全国の組織も入ってるけど、いろんな人に頼まれてるのはお前の力でいろいろ変えようって言って、え、どうやって、自分はすごく違反してる YouTube で英語のバージョンで、もうオーストラリアでその自分の護身のために銃を持っていけないって言ってる、すっごくオープンで、まあ、もちろん発砲事件も多くていろいろあるけど、ちゃんとした訓練されてないともう持つのは逆に危ないくて、そうだから今トランプも言ってるんでしょ、じゃあその先生方も持てばいいって言ってるんでしょ。でももっとその訓練されてないともう簡単にその変な生徒にもう生徒が行かれてこう生徒、その先生から捉える可能性が高いんでしょ。だからそれを考えるとやっぱ危険だと思う、だから違反してる。でもその組織の方も同意してるって、うん、じゃあまずオーストラリアのその射撃のその訓練のベースをこうレベルアップしろと、ね、自分もその力入れたいなと思ったから、こんな、まあ、アメリカ行ってその会社に入って、うん、いろんなそのコース、特殊用のコース学んでいて、自分の知識とそのスキルも、ね、でいろんな、まあ、この間話したようにその軍とつながってるんでしょ、そういう、まあ、仕事もいっぱいあるけど、そのコンバーティブで教えてるしてるんでしょ。だから自分のその中のスキルもレベルアップしたくて、さっき言ったようにその特殊ような、コースいっぱい受けたけど特殊だと思わない。なんかルーク先生いろんなライセンスを持ってるから、うん、私もあれこの人なんだっけと思うんですけど、軍隊に入ってたりとかない SP だったりとか、まあ、自分はその要は民間としてしかやってないから、うん、で日本でやってることがあってその、PMCあるんでしょ。ピン、一応ちょっとわからないけど、いろんな人がわかるんでしょ。それってプライベートミリタリーコントラクターで、その経験者から見るとそういうのがなくて、ただのセキュリティのコンサルタントとか、プライベートセキュリティって呼んで、自分もまだそういうの仕事やってるけど、PMC って一回言ってない自分のことに関しては。で、要は軍でもないし。要はプロとすればまあプロなんだけど、その民間としてやっていってるわけだから、自分がまあいろんなスペシャリストの訓練されてるけども、こっちのスペシャリストになってるから、あとその、
ナイフ、その刃物とそのインパクトウェポンのスペシャリストになってるから、ほとんどそういう軍の仕事とかはそういう仕事となってる。それはそのナイフ術とか、インパクトウェポン、そのスティック術とか、そういうのをこう教えてるだけで、はい、じゃあ軍に入ってたっていうわけではなくて、技術を認めてもらって呼んでもらってるっていう。そうそうそう、それだけ。別の話になっていいですか？もちろんもちろん。あのさっきあのトランプさんの宇宙の話出たじゃないですか、はい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 、ルーク先生は銃規制についてどう考えてますか？はいはい、自分がよくそのアメリカ の, その南の方で働いてて、そのルイジアナ州、テネシーとかその辺でよく働いてるけど、もちろんみんなついてるのついてるけど、ちゃんとした訓練もされて、あとマナーがある、ね、理論的な考えもあるし、もうみんなついてるって分かってるから、違う意識で、ね、もう生活してる、ね、違うライフスタイルとなってる。自分もそこで働く時もやっぱこうすごく違う意識で動いてるわけで、オーストラリア人って、まあ自分みたいな人間やったら、その昔からずっとその狩りやってて厳しい訓練されてるんであれば、もう全然正しい意識でやってると思うけど、今の特に若い子たちが、銃がかけーと思ってもう持ってこうバーンとなったら、それが気持ちいいとかなんか思うだけででしょ。だから要は簡単にその事故を起こしたり、まあ事件も起こしたり、だからあのまあおすすめしないよね。さっき言ったようにちゃんとした訓練されてるんであれば、あと、まあ、アメリカの話に戻ると、その政府に、その州によって、ルールも変わってくるけども、自分がよくロスで、ロサンゼルスで、そのカリフォルニア州で働いた時も、こういったコンシールドウェポンインストラクターとなって、CCW ね、要はその隠れてる時。だから、カリフォルニア州の、その、まあ、法律とすれば、やっぱりこう、自分の家の中には持ってても OK なんだけども、外で持っちゃダメですね。免許を取ってなければ。で、うちの、ローコンバットの人間も、もともと警察の人もいるし、あとはその、まあ、本物のボディーガードもやっていて、でも、その CCW をライセンス取れてないといけなかった。で、カリフォルニア州の方には、ちゃんとした理由がないと、もう取れない。どんだけそのコースを受けても。で、彼がもともと警察だったから、ちょっとその立場が強くなったけど、すごく、もう州による、だからフロリダ州では、もう、簡単に1日で取れる。アリゾナ州と、そのカリフォルニア州の隣にある、州なんだけど、そこは2時間で取れる。自分のその運転免許出せば、処理をかけば、もう全然。そう、だから場所によるんだよね。そう、だから、そうだな、こういった、まあ、さっき言ったその会社入った時も、いろんな訓練されてて、一番最初はこの NRA の、ね、NRA って全米ライフル協会。となって、最初、まあ、いろんなその基本的なその訓練されて基礎できてるかどうかって確認された上で、この NRA のインストラクターライセンスも取ったけど、ごめんね、これでまだ持ってると思うけど、そう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 、ね、で何回かこれ使ってこうまあ、なんていう問題を防げた、うん、まあ簡単で言うと、その飛行機飛んでた時に一回ね、そのロスの射撃場で働いた後に、自分のそのカーゴパンツにね、このポケットの中に弾が入れっぱなしだったの。でもう忘れちゃったの。もう急いでそのまま飛行機乗ろうとしたので、セキュリティを通るんでしょ。ビビビビとなって、もう警官いっぱい来て、おお、車ってこうやって開けて、で確認されて、弾入ってるんでしょって言って、ああ、入ってるかもしれない。なんで入ってるんだって言って、もう、修理に使って、その、射撃を教えてるって聞いて、なんか、そういう証拠あるかって言って、これ出したら、もう、はい、あるよって言って、ああ、NRA のインストラクターだって言って、はい、って言ったら、どうぞって。マジかいと思って。ナイフの話と一緒ですね。一緒、一緒、一緒。だから、理由があれば、もう全然いいんだね。でも、ただのその変なオタクみたいな、あれだけだと、もう、大問題となって犯罪になる、はい、だからその後はね、いろんなスペシャリストコースを受けて、その NRA レインセーフティーオフィサーで、これってその射撃場の管理できるような仕事、ね、できるためにその、まあ、免許っていうかその資格ね、はい、でこれはタクティカルファイアームズインストラクターコース、ね、
ハンカフインストラクトコース、その手錠インストラクトコースもあって、あと、ポリスバトン、ラピッドエクスペンダブルス、ね、ポリスバトン、警察の警棒、ね、インストラクトコース。手錠と警棒で違うんですね。はい、そう。まあ、その会社でいろんなその、警察学校とかつながりあったから、はい、あとは、プレシジョンライフルコースって昔ね、これはスナイパーコースって呼んでたけど、うん、そういう言い方はもう絶対もうやめなさいって政府に言われた。だからプレシジョンライフルコース、でそれはアームレスコース M4AR15 スペシャリストコース、でこれはグロープのスペシャリストコースね。そうだから、あとは、うん、あとはまあついてないけど、この前言ったように10日間のその特殊部隊の CGB コース受けたけど、もう全然もうこの前言ったように SNS にはもうアップしてないし、もう自分の経験のためだからそういうコースも結構受けてる、ね、うん、もう資格はどうでもいいと思って、どんなそういうライセンスとか資格持っててもやっぱそのスキルとそのちゃんとしたその必要な意識なければもう意味がない、ね、そう、その話。セキュリティに関しては、まずセキュリティライセンスね、オーストラリアのセキュリティライセンス、クイーンズランド州ではライセンス取るのにはこのセティフィケット3、2か3が必要、ね、あ、それはファーストで、あ、3、これね、セキュリティオペレーションズ、ね、そうそうそう、これはまあ基本からもう一つのね、で、それは3でしょ、で、これはガバメントセキュリティ、政府用なそのセキュリティ、ガバメントセキュリティ、セティフィケット4ガバメントセキュリティ、これは政府に教えられるため、その、トレーニング&アセスメント、ね、これが必要、ね、政府とつながって、その日本だとその公務員官、公務員、教えたかったらこれが必要。これはスポーツの、レベル1コーチング、ね、そのスポーツようなやつ、まあ保険取れるため。で、ここを来ると、日本だと探偵、典型、探偵ような仕事、サーチ・インベスティゲーティブ・サービスです。実はそのボディーガードの、その仕事をやった前にこれをちょっとやってた、盗撮、探偵、そうそう、つまらないよ、もうすごくつまらない、一日中にずっとこう座ってそのターゲットの方に見てて、もうそのなんていう証拠がない日も結構ある、うん、全然何もその結果ない日も結構あった、もうすごくつまらない。で、Certificate for Security and Risk Management、 これがまあこれよりちょっと上のレベルなんだけど、本当はそのセキュリティのコンサルティングの仕事として結構使ってた。で、その一個さっきのはそのディプロマ。ディプロマっていうのはその大学から取れるやつ、あと専門学から取れるやつ、だと思う。でもそうだね、それが一番ハイレベル。そのセキュリティの世界の一番ハイレベル、そのディプロマ、セキュリティですから。そう。で、これはね、一時期セキュリティの仕事を辞めようとしたの、まあ、バウンスみたいな探偵みたいなボディーガードの仕事を辞めようとしてて、普通の仕事したいなと思って、そのオキュペーショナルヘルトンセーフティーって、まあ、日本だとよくその公安か消防車がやる仕事だと思うけど、その仕事場入って、まあ、安全確認、ね、まあ、さっき言ったようにそのセキュリティが 何のためにいるかっていうのは安全、安心、その健康のためだけだから、もうそういうなんていうジャック・バウンみたいなこうスペシャリスト全然ない、そういうのもない、そんなスペシャルな方になりたかったらもう警察になりなさい。セキュリティと SP って同じだと思ってます、うん、まあまあまあ普通の人から見るとそうなんだけど、よく講習会とかそういうの開くとそういう人が結構来るんでしょ、ね、ボディーガードになりたいけどじゃあ警察になりなさいで頑張って頑張っていろんなそういうボディーガードコースあるけど、よく宣伝されてるのはもう国際的なその資格だぜって言ってるんだけど、一回オーストラリアでそういうコース開いたらもう潰れたっていうか、そのもうやってない、うん、なぜかっていうと、うちのその政府が認めてないから、うん、そのコースやってどうしても免許を取るのにこれが必要、うん、だからどんだけそのボディーガードコースとかやってももうこれが必要、まずそう、さっき言ったように誰でもそういうこういう、まあ、コース受けようと思えばもう全然受けれるけど、金と時間努力出せば、でもこんな、ね、コース受けてさ何のために受けてる、山登って何のために山登ってるんでしょう、自分でその世界見たいか、それか
世界が自分のことを見てほしいか、それを考えてほしいんだね。うん、本物のボディーガードになりたかったらもう警官として、まあ、公務員になるでしょう。それでそのちゃんとした給料ももらえるし、まあ日本にいるその知り合いでもその1日1万でも作られないセキュリティの仕事で、うん、すごく時給制もうすごく低い、その安い。自分もすごく前の話なんだけど、ある時期、1時間3、4万とか作れた時期もあったけど、2010年とか11年になったら中東から戻ってきたその若い子が、そのマリコとかその軍の方がね、まあ軍を引退して戻ってきたらもう仕事がない状態となって、それでもうどうでもいいから安くて働ける、ですごく自分たちより全然いい経験があるでしょ。だからもう最低1万2000円から1万5000円ぐらいの時期だったのに、でもその中東から戻ってきたその元々軍の方が、あもう全然3000円でいいよみたいな感じで、だから要はすごく低くなって下がってきた、その給料っていうかその、うん、金が。だからアメリカもそうだし、今カリフォルニア州にいる知り合いが時給16ドルだからもう2000円いかない。そうだから元々マリンコとかその LAPD でもその特殊ような方はすっごく多くて、でも仕事がない、不景気すごく悪くなったでしょ、そういう時期があったでしょ、うん、それもすごくセキュリティの世界にインパクトあったの。だからちょうど2012年にローコンバットの存在ができて、そのぐらいのタイミングで自分のその番組の仕事もできたから、それを辞めてからもうほとんどアドバイザーの仕事しかやってなくて、うん、あと そのコンサルティングもやってるからよ、コンサルティングもやってるけど、こういった資格、の哲学っていうかその知識を使って人にアドバイスするだけ。こういうのもないから、全くない。ルーク先生に例えばそういうセミナーをやってほしいっていう依頼が、うん、いろんな企業から来たらやってもらえますか？もう全然、もうまだそういうボディーガードの、まあクロスプロテクションって言うけど、そういう人のためのセミナーまだ全然開催してる。あとコースも、うん、ちゃんとしたコースも開催してるけど、うちらのその、ローコンバットの、各支部長も協力してもらって一緒にやったりしてるから、うん、この前言ったように自分がそのタクティカルの代表になってなくて、一番すごく経験ある人、うん、あのずっと14年になってるから、で中東で働いてる人間を頼んで今そう協力してもらってる、すごく仲いい人で、だから自分よりいい経験あったらもうどうぞこう自分も学びたくてさ、うん、別に神だぞみたいなこう考えは全くないから、うん、そんな感じと思ってる、はい、その実際にそのボディーガードの仕事ともそのコンサルティング、まあ、被ってる部分いっぱいあるけど、その仕事で結構使ったのはその、まあ、同じような意識、ね、バウンサーの仕事で同じような、まあ、意識だったけど、要は自分の環境と、自分のチームの環境ともそのうん、危機管理的なその意識とも、そのプランニングがちゃんとできてないと、そのあるプランね、うん、じゃあこのプラン A あるとしたら、これでうまく進めなかったら、じゃあプラン B とか、あとそのよく自分の訓練もそうだったし、自分の逆算の訓練も管理してて、そうそう、あとそのコミュニケーションがすごくしっかりしてないと、まあ簡単に言うと被害者になりやすい、あと事件起こりやすい。そうだからそういう問題の回避としてその防げれるため、うん、いろいろ管理してないといけなかったけど、うん、まあ面白いのは面白かったけど、なんかそのあるドラマと比べると全然つまらないよって言いたかっただけ、うん、別にこう悪口じゃないし、そのもうされた仕事のなんだ文句ではないし、うん、ただああいう感じにならないよっていう話だけど、はい、いろんなまあ、経験があるルーク先生に、例えば鉄道関係の方、教育機関、あと公務員の方からセミナーをやってくださいっていう依頼があったら、
言っていただけますか。うん、もちろんもちろん、全然行きたいなと思って、もう自分も長く国に住んでたから、もうすごく助けたい気持ちが強くて、うん、そう。例えばなんか結構よく見かけるんですよ、駅で、お客さんが、お客さん同士で喧嘩してて、うん、酔っ払える、そうで、はい、まあ、鉄道の方が止めに入ってるんですけど、止められない、うん、止められきれない、警察も同じような問題となってる、うん、うちのその生徒で来てるその警官に言うには、とりあえず仲間が来るまでに話し合い、で、大人数でこう対応するけど、なんか逆に自分から見ると それはすごく大変だなと、大変そうだなってよく思うけど、まあどうしてもね、その仕事は仕事だからこう決められてる方法しか進めないっていうか、そのできないから、まあ、うん、自分がその力になれる方法あったらぜひ力になりたいなってよく思う。いろんなところに危険が潜んでるじゃないですか、うん、そういった時に、まあ、共通して大事だよって言える、うん、まあ、意識とかありますか。言えるのはその、まあ、いつも言ってる通り、その360度ですから、スキャン、ね、で よくある問題とすれば、その事件起きる時にみんなこうタノルビジョンとなってこう、ね、視野がすごく狭くなって、それでやっぱこう自分の周りの環境を見れなくなって、今自分の目の前に起きてることしか見れなくなるから、それがすごく問題だね、うん、まあ、ある事件って、その日本の警察でもその池袋だったかな、そのこの前、警官から聞いた話では、その大学生かな、その拳銃捉えてある、そうそうそう、それもあって、要は、まあ、自分 そのパーソナルスペースのそういう意識が足りないかなと思って、要はその人と話しても、今自然に自分の右側がみちるちゃんから離れてる状態で、もし警官もその拳銃が右側であれば、要はこう自分の、まあ、敵、まあ、言ったらこう敵ではないけど、要は、うん、ちょっとこう怪しい人にこう、まあ、どうぞっていう状態ならない、そうそうそう、で自分もよくその駅を通っても、やっぱいろんなところでこう回っていったり、よく、まあ、昨日もその現金輸送車行ったけど、2人で2人とも自分の方に背中向けられた、はぁと思って、防弾チョッキつけても、防弾っていうかあれもつけても、警棒持ってても、いや取れたかったらそれは絶対取れるよと思って、だからその今出してる本で書いてあるように、宣伝じゃないけど、クリーンビジョンって入ったでしょ、だからそのクリーン、クリミナル、要はその犯罪者の考え、そういう意識でこう自分の周りを見ると、どういう事件が起こりやすいかっていうのをこう意識すると、いろんなその、対応できるようになる、はい、意識を高くするから、まあ、深くするから、でああいう方もすごく、さっき言ったようにこう決められてる仕事しかしてないから、もうマニュアル通りだから、それよりちょっとこう視野を広めてほしいなとよく思う。悪口じゃなくて、こういう問題があるから直しましょうみたいな話だけでね。そうだから、もう警官でもよく、うん、見てない時も多くて、うん、そう昨日もそこに2人行ったでしょ、でずっと自分の方に背中向けられて、もう危ないなってよく思うけど、自分はいろんなそういう経験あるから、なんかその発砲事件もねとかも経験されてるから、自分からすると、ああもうちょっと意識しなさいって言いたいけど、うん、そうそうそう、別にクレームじゃないし、うん、悪口じゃなくて、みんなのその安全のため、うん、ね、うん、ちゃんと大宮だったら大宮、守りなさいって言いたくて、うん、そうだからさっき言ったように、自分も力になれる方法あったらぜひ自分も協力したいなと。